島県の知事と会談を行っていました。小池都知事はおなじみとなった安全公開の場で会談。しかしその後、丸川オリンピック担当大臣と行われた会談は冒頭の2分だけの公開でした。会長とバッハ会長が会談した後でちょっと潮流が変わってきましたね。福島で野球をやるか